どうも、こんにちは、ケイです。今日サブチャンネル一発目のテーマは、クリス・バンシュがマルジェラをよく着ているので、マルジェラ行く可能性はあると思いますかあー、僕はあんまりないと思う。まあ、ゼロとは言い切れない。もちろん可能性なので、ゼロとは言い切れないんですけど、1%ぐらいじゃない行く可能性って。まあ、というのも、本当個人的ですよ。まあ、マルジェラのその、いわゆる世界というか、クリエーションみたいなところと、まあ、クリス・バンシュが今までやってきた、 作品まあブランドたちっていうのを比較したときに、まあやっぱね、全然色が違うというか、ちょっと畑が違うところが僕はあると思ってて、まあクリスの、まあ、本人のブランドもそうだし、ディオロームも、まあ、ベルルッティも僕はまあ好きでずっと見てきたけど、やっぱね、全部クリス色が出てるんですよ。あ、これはクリス・バーシュがやったなとか、このタッチクリス・バーシュだな、この色そうだな、このカッティングそうだな、このシューズのディテールそうだなっていうのが、 やっぱ出てるのね。で、それを見たときに、じゃあそれがマルジェラに落とし込まれるかっていうと、まあ、マルジェラが本当にブランディングを全部変えて、もうシャープなテーラードで行くっていう風になれば、別かもしれないけど、まあ今の再構築であったりとか、まあそういうのを見ると、まあマルジェラのその世界観クリエーションみたいなところを見ると、まあ、ちょっともう、クリスの落とし込むっていうのは難しいんじゃないかなとは。 じゃあ、ガリアーノがいいかっていうと、まあ、賛否両論あるし、いろんな意見あると思うんだけど、まあ、もともとその、マルジェラ本人の時代、まあ、その一番最初って、要はファッション界でちょっと異端児的な存在で、最初は全く受け入れられなくて、で、それが徐々に受け入れられて、まあ、すごいこう、革新的な、革命的な、まあ、ブランドとして知られたわけじゃないですか。で、まあ、ガリアーノも、まあ、ガリアーノはどっちかっていうと、結構見た目的なアバンギャルドなんで、そこはずれてるんだけど、なんか異端児っていう、 このなんていうかな、キーワードというか、それはマッチしてるじゃないですか。まあ、どっちもちょっとぶっ飛んだ存在で。マルジェラ本人は表だってっていうよりかは、その裏側とか、そういうところでの、まあ、あのメッセージというかね、表現だったけど、なんでそこはちょっと違いはあるけど。まあ、だから今なんとなく見ると、まあ、ある程度形にはなってるような気はするので、ね、まあ、ロゴをやったとかそういうのはあるかもしれない。まあ、あれって多分ガリアノっていうよりかは、あの会社の方針だと思うんで、ガリアノのクリエーション見てると、アーティザナルとか、 まあまあまあある程度その通ずるものはあるかなとは思う。ちょっとやりすぎだとは思うんだけど。でも、そこにクリスマーシュってなっちゃうと、ちょっと本当にマルジェラというブランドがガラリと変わることになるんで、まあそれくらいもしマルジェラがもう経営不振で何も売れない、なんかやらかしてもうガリアのもダメだ、もうマルジェラ終わりだってなったら、救世主として入る可能性は1%くらいあるかなと思うけど、このままで行くとちょっとないんじゃないかなとは思いますね、僕は。はい。 次、高身長向けのブランドを教えてください。おー、なんか今パッと浮かんだらもう、アーネストダブルベイカーが浮かんだけど、あのフレアって本当に、正直さ、本当にあれは細くて、縦に長くないと、マジで履けないじゃないですか。あれはね。そうだから、ああいうの見ると、まあ高身長向けのブランドというか、アイテムだだとは感じるし、まあ例えばサンローランとかの、 まあ、スキニーっていうのもさ、まあ別に、どの体型の人が履いても、身長高い低い関係なく、スタイリングに落とし込めればそれでいいと思うんだけど、まあ要は、サンローランっぽいっていうそのスタイルを作り上げるには、じゃあまあ、ある程度身長が必要だ。まあ、セリーヌもエディで同様かもしれないけど、っていうのも感じるし、まあ、例えばじゃあリックオーエンスを見た時も、まあリックを、別にね、それもいろんな体型の人が着てても面白いと思うし、まあ特に日本のさ、世界から見ると、まあ比較的細くて、 小柄な、この日本の人たちでも結構リックをさ、まあ、かっこいいなと思って着こなしてる人とかもいたりするから、それは全然いいと思うんだけど、まあやっぱあのリックオエンス本人の雰囲気というかさ、あれを見た時に、あれは身長だけじゃないけど、体格だったりとか、やっぱああいうのが必要だなというふうには感じたりもするしさ。 まあ結構そういうところを見ていけば、まあ幼児のロングコートとかもそうじゃない、まあ、幼児もいろんなシルエットがあるから、いろんな人が全然着れるんだけど、幼児は元のマイシーザー級で出るあのコートのロングコートね。じゃああれをどんな人でも着れるかって言ったら、まあ確かにちょっと身長必要かとか、まあアイテムで思ったりすることとか、ブランドイメージではね、いくつかのブランドは確かに考えられるけど、まあじゃあ全部のブランドが高身長向けかっていうと、まあそういうことではないと思うので、 この考え方はね、結構難しいような気がする、うん、高身長向けのブランドって言って探すのは、要は多分、細くて縦に長いようなシルエットのブランドとか、着丈がめちゃくちゃ長いものを出してるブランドとか、それを高身長向けって受け取ってるだけで、まあそれで,でも、要はそのデザイナーの一時期のクリエーションなだけなの、作品なだけなんで、デザイナーが変わったらガラリと変わる可能性もあるし、 まあだから、そうやって考えると、なんかまあ、アイテム単体でいろいろ探してた方がいいんじゃないまあ自分のその、スタイルとかを活かせるには、まあ要は、ちょっと丈が長かったり、まあいろいろこう、細かったりとか、まあそういう、あんまりこう他の人ができないようなバランス、コレクションとかでモデルがやってるようなバランスを、そのまま落とし込もうとか、そういうのを考えてた方がなんとなくですけど、 いい気はする。それ僕もあんまり高身長向けのブランドって言って探したことはない。別にプラだって高身長向けのブランドだとは思わない。まあ、ああいうブランドってそもそも高身長向けとか低身長向けっていうのはないから、結構アイテムでしか見てないし。まあ、その辺はそんな感じかな。はい。次。私は一般人よりも服を買ってると思います。しかしデザイナーやブランドの歴史についてはあまり興味がありません。なので自分のことを服好きではないと思ってます。服好きとはデザイナーやブランドの歴史を知っている人のことなのでしょうか おー、なるほどね。まあ、歴史やデザイナーとかに興味がない。で、服好きっていうのはデザイナーやブランドの歴史を知ってる人のことなのでしょうかうん、まあ僕、この前のサブでもちょっと答えたのかなまあ、要は服好きって、もうマジで僕、自分自身の、なんていうかな、思いというか、考え方な気がしてて、まあこの方の中で、それがこう、服好きの条件で、自分は服好きじゃないと思ってるんだったら別に僕はもうそれはそれでいいと。 思ってて。逆に世の中には、その服の歴史とか、知識ある人こそが、服好きだ、真の服好きだって思ってる人も、中には多分いると思うし、それはね、もう人それぞれというか、この服好きというワードだけに、あんまりこう、なんていうかな、踊らされないというか、考えすぎない方がいいと思いますよ。ただまあ、 僕から一つ、あのー、変なおせっかいかもしれないけど、まあ別に服好きの形っていっぱいあるから、別に着なくても集めてるだけとか、まあそういう人でほら知識とか、そういうのがあって集めてたりすると思うけど、いろんな服好きがいるから、あのー、逆に言うとデザイナーとか歴史に興味がなくて、あの、この方みたいにただただ買ってきてる。で、そのスタイリングいろいろ考えてるっていうだけでも、十分僕は服好きだと思うね。例えば夜中にもスタイリング考えちゃうとか、いろんな雑誌見てこういうスタイリングやりたくなっちゃう。それも立派な僕は服好きだと 思うから要は厚さとか思いだと思うんだけど、一つね、言うと、さっきも言ったけど、やっぱその自分が着てる、まあアイテムとか、まあそのブランドの別に歴史を何ページもめくる必要はないんだけど、まあ自分の今着てるデザイナーって、こういう人なんだとか、あ、過去にこんなのやってたんだっていうのを、ある程度でいいから、ちょっと知るとね、また違う楽しみ方というか、なんかこう、なんていうかな、 結こう、世界が広がるというか、まあ自分が好きなデザイナーが過去にやってた作品、あ、これも好きだなっていう発見があったり、別にそこになんか対してすごい集中する必要はないし、なんかもう勉強みたいにさ、歴史を何ページもっていうことは必要ないと思うんだけど、あ、今は自分が着てるブランドのデザイナーってこんな人なんだとか、なんかね、ちょっと知るとまた違った楽しみもできるから、まあ興味がないんだったら、興味がないでそれはいいと思うんだけど、 まあでも僕のチャンネルをそれで見てることはちょっと不思議な感覚なので僕はね結構そういう歴史とかまあ知識じゃないけどそういう情報とかそういうのを結構元にしてるからまあそれだったら少し一歩ぐらいだけそっちの足を踏み込んでみるっていうのもまあまた一つ面白いんかなとは思いました。服好きはあのいろんな形があるので要は自分の思いとか考え方次第だと思いますよ。はい。次めちゃくちゃ気に入ってた服をお金がないから次の服を買うために売ったことはありますか ああ、学生時代は売ったよ。だってディオロームのバラニットそれ売ったからね。<laughs> あんなの絶対持っとけよって思われるかもしんないけど、あれもね、まあ、要は、あの、めちゃくちゃ気に入ってたんだよ。もうディオールムのバラニットとか、もういろんなの着てたけど、いろんなのほんと気に入ってたのに、要は次のシーズンで出たものとか、新しいブランドのその気になるとか、それを超えてくるんだよね。もちろん最初は超大切に着るし、もうこんなの絶対手放せねえわって言ってるんだけど、1ヶ月ぐらいとか2ヶ月ぐらい経つと、やべえ、なんか最近あのブランド気になるな。とか、なんかほんとそういうタイプだったから、 いやーもう思い切って売って買うか。まあこれ買わないともう買えねえわ、このシーズンみたいな感じで、どんどん僕浮気してたタイプだったから。まあ、売ってたよ、学生時代。もう最近はちょっとほんと服を売るってことをなかなかしなくなってきてますけど。 まあ学生時代はありましたね。うん。やっぱ、そのめちゃくちゃ気に入ってる服を超えるめちゃくちゃ気に入ってる服は買った方がいいと思うんで。だったらその前のものは売って、どんどんその気になる度を上げていけばいいんじゃないのというのは思う。やっぱなんかずっと着てたり、あの、欲しすぎて、学生の時なんか、僕もそうだったけど、服の数いっぱい買ってっていうよりかは、本当に何ヶ月ね、2ヶ月とかバイトして、 で、新幹線で東京行って、やっと1着買えるとか、やっと2着買えるとか、そんなレベルだったから、っぱめっちゃ着ちゃうんだよ。買うと。そう。だけど、結局いっぱい着るいっぱい着ると、自分の中でそれがもう当たり前のものになってって、で、また気になるのできてっていう感じだったから、ありましたよ。みんなそんな感じじゃないのはい。次。トレンチコートを見て群毛を着てるなと思いますか私は特に思いません。はい。僕も思いません。 あのー、まあ、物によるっちゃ物によると思うんだけど、もちろん、軍物を感じるようなさ、まあ、ユーロ系とか、まあ、あと、ま、US も、US ネイビーとかあの辺トレンチあったりしますけど、まあ、そういうものを見ると、あ、なんとなくこう、軍っぽいディテールだなっていうのを感じることはあるけど、じゃあ、バーバリーのトレンチ見て軍物って感じるかっていうと、 ちょっとそこまでは正直僕も感じない。まあ、ルーツをね、こう辿っていけば、もともと世界、えっと、第一次世界大戦かなの時の、ま、いわゆるあの戦場のさ、陣地に、あの、溝を掘るじゃないですか。皆さん、コールオブデューティーとかさ、 あの、ゲームとかやったことない、なんか戦場にこう、くぼみができてるのあるんですけど、まあ、あそこで残酷っていうんですよね。で、その残酷が英語だとトレンチだから、トレンチコートっていうのがその、できてね、その当時。だからそのルーツをたどれば確かにミニタリーを感じるべきなんだろうけど、僕はもう思わないかな。まあ、今出てる多分いろんなブランドから出てるトレンチって、もう多分、まあそこを大事にしてるブランドも中にはあると思うけど、もうある程度、もう今にアップデートされてると思うから、 まあほんとよっぽどの軍物のそういうミリタリーとかのコートを見ない限りはあんまり僕も感じないかな。うん、そんな感じはする。別にデニムを見てすべてのデニムからなんかワークの要素を感じるかっていうとそうじゃないじゃん。例えばサンローラのスキニーとか見てワーク感じますかって言われたらいや別に昔のあの感じは感じないなってなるでしょうな。そんな感じじゃないって思う。はい。次。次。普段自転車では コート着る機会がない場合は、コートいらない説。なんか文があれだな。普段自転車なので、コート着る機会がないから、コートはいらないんじゃないかっていう話だよね。 あまあでもね、あのー、ね、結構そういう方っているんですよ。これまあ自転車の話ですけど、まあ例えば車移動。ずーっと車移動の方。まあ僕そのラグジュアリーにいたから、まあ、ほとんどの人が、まあね、本当に数千万とかするような高級な会社とかで車でこう来てさ、まあ対応するじゃん。で、例えば、まあご主人に今季こうといいの出てるんですよ。これなんですけどって説明すると、 大体の経営者から帰ってくるのは、いや、車だからコートいらねって帰ってくるのね。まあ、だからそういうライフスタイルに合わせて、コートっていうのは、確かに車を買ったりすると、そんなにいいコートね、ロングコートを買うとかっていうのは、やっぱないんだろうなっていうのは、めちゃくちゃ感じた。うん。やっぱだからみんな結構カジュアルに、なんか、ダボッとこう羽織れるような、まあダウンみたいなのとか、まあそういうのを買ってる人がほとんどだったし、 うんまあそういうのはあるよね。ライブスタイルに合わせて。まあこういうことをしてるからこういうのはいらないとか。こういう移動手段だからこういうのはいらないとかさ。逆に言うと、こういう移動手段だからそういうのは必須だとか。まあそういう人もいるから。まあ確かにずっと自転車の人はあんまりいらないとは思うけど。 まあでも自転車ぐらいだとさ、ちょっと、なんていうのあの、逆に今日は自転車に乗らずに、電車とかで移動して、友達と会うとかさ、まあそういうのもあったりするでしょエリアとかによっては。だから、そうやって考えると、まあ一着二着ぐらいはあってもいいんじゃないかなとは思うけど、まあ確かに、あの、あんまり普通に電車とか乗って歩いたりとかっていう人よりかは少ないかもね。はい。 次、K さん基本的に顔でされてませんが、声や着用アイテム等で登録者さんから声かけられたり、話しかけられたりしたことはありますかいや、話しかけられたり声かけられたことはないです。はい。なんか、もしかしてあそこにいましたかとか、あのー、R さんとどこどこにいるのをおそらくですけど見かけましたとかっていうのあったけど、結構なんかそれもね、ちょっと外れてることもあったり、まあ、実際に会ってることも、 何回かあったんだけど、僕そういう DM 基本返さないから、性格,性格悪いから、こういうのが、あの、返さないから、も、ま、う、あ、なんだろうね、声かけられたことない。まあ、着用アイテムって、僕マジで動画で紹介したものとか動画で着てるものは外では、あの、100%着ないので、まあ、だから僕はあんまし紹介しないっていうのもあるんですけど、まあ、買ったものがあとは、そういう、あの、あれね。 ラグジュアリーとかのね、そういうのを、まあ、自分好きなブランドとかよく言ってるけど、で、買ってると担当の人にバレたりとか、そういうのめんどくさいからっていうので全然あんま出さないんだけど、そう、あ,あんまないよ。うん、ない。まあ、声かけられたら声かけられて別に、ああ、そうですっては言うけど、別になんか顔を隠してるのはね、動画上で普段から別になんか顔を隠してどうのこうのっていうわけじゃないから、それはああ、そうですっては言うけど。 まあそんな感じかな。盗撮とかだけやめて。うん。あの、コムドットみたいに怒っちゃうかも、僕も。いや、怒んないと思うけど、ちょっとーってはなるかな。うん。はい。そんな感じです。はい。じゃあそんなことこで以上にしましょう、今日は。はい。じゃあ終わりです。バイバイ。バイバイ。